通信取りが人間だった。ジュースなんてやらずの先もいる。怖いよ俺も。あれも怖いよ。よいしょ。あれ相当流れてきてるやん。大丈夫かよあれ。埋まってない？前来た時もこんなひどいありさまやった。反対したもんで、うん、一応ストップされたんですけど、おー、ここずっと、いや、違うと思うよ。いや、俺見学してるわ、ここで。え？見学は？俺、ここで見学してるわ。持ってない持ってない。いるからね。これでか。カメラマンやでノーコメントで。これな。すごいの。ぐるって回したらいけ。回せんねん。回せんか。まだ中まで腐ってねえって。
それは完全に芯があるな。まだ登ってくるか。これだから出てきた。戻ってきた。あれ叩かな。綺麗だから戻ってきた。おっそういうのも出てくるの。昼やね。昼休みまだない。ブラックやん。これでどこでも行っちゃう。ブラック。生掘りしてます。昼やでって。まあ、帰ってきてやったらどこやらさっぱりわからない。すっきりした。何分経ったよ。知らん。まあ、ええぞ。おい。まあ、先。まあやるか。無理だ。回しましょうね。やったら根っこの下が。手袋をして。これ降りる自信ねえな俺。やめねえとかやな。あっちから降りるか。ほら、ここは家でここは行ってって言ってるよ。あ、くれるやつだ。自信が欲しい。杖が欲しい。杖作るか。カマ貸したら。帰りはあれやな、カメラ。カバンの中入れちゃうの。縁が欲しいんだ。死んじゃう。これは死んじゃう。アップのために縁が欲しい。どうったか。これは死んじゃう。けどほら、土の4本いるよ。それ何を焼いとんの？スポンジ？花火の導火線。こういった火薬の刺繍と火薬の筒があるというのと、危険やで、危険が危ないので、それにして。花火の導火線？するそこから煙出てきた。所長。やぶっけやだから。煙出てるもん。はい。上の方かもしれない。はい。あの石の方やな。
垂れて出た。こっちに行っとるね。こっちの下へ。お、煙出とる。石の下か。あったあった。うそ。ここや。こんなとこか。あせ。あせ、ここ。ここ。石落としてくれ。上が、上のやつ落ちるよ。うん。ここや。これ見えとるね。あったあったこれ、これ大きなせやな。顔やん、昨日。俺もちょっと信じてもらったね。お、あったあった。ソフトボール？大きいぞ。猫や。ハンド払わんとか言って無事向こうって言ったんだ。ここが取ったらいいか。こっち向かって石落としよう。降りるまんまか。こんなことは俺は言ってこない。枝が突っかかってる。そうやな。真ん中やな。うん。真ん中の芸人で撮る枝が突っかかってる。押さえてる。いいやね。おお、怖い。両方でいかなかん。両方じゃない。こういうふうに2つの木で2個に立てると、なんてな。ボブちゃんとかかとに体重かけてるうち大丈夫や。ぶっとい木しか歩き使ってないで。